はい、こんにちは、原田農園です。6月30日ですね、火曜日です。今日はですね、今日はというか昨日はですね、天気が良かったんですが、ちょっとトウモロコシのですね、まあちょっとここで告知になるんですけど、今週日曜日ちょっと雨模様で多分できないかなとは思うんですが、日曜日にですね、7月5日日曜日に、原田農園のですね、トウモロコシの、最初に植えた、圃場の方ですね、トウモロコシの収穫イベントをね、行おうと、しております。東広島のですね、福富という地域、まあ私の地域です。で、地域おこし協力隊をやられている京蓮さんとですね、原田農園ということで、まあその日本柱が、主催者となってですね、トウモロコシの、収穫イベントをやろうと思っております。まあイベントといってもですね、ただで持って帰ってもらうわけじゃなくて、収穫していただいて1本150円でですね、お買い上げいただいて、まあ本数はですね、一応決めてはないんですが、何本でもいいんですが、1本150円でお買い上げいただくという感じのですね、まあ収穫体験ができるというイベントを、行おうと思っております。まあもしですね、参加してみたいという言われる方はがおりましたですね、連絡の方いただければ。一応ですね、ちょっとコロナの関係もあってですね、人数制限を、設けております。20組限定ですね、で設けておりますので、ちょっとその辺ですね、もう定員がいっぱいになっているかもわからないんで、ちょっと痩せの方をしてみてください。はい、ということですね、今日は、トマトのハウスに来ております。外はですね、結構雨が降ってですね、風も朝強くてですね、ナスやピーマンの、枝が折れてないかちょっと気にはなるところなんですが、一応ですね、雨の日でハウスの中でしかちょっと作業できませんので、ちょっとハウスの中ですね、ちょっと作業していきたいと思います。で、先日ですね、灰色カビ病の、防除をやっていったわけですが、その時にですね、まあお伝えしたと思うんですけど、もう私の背よりかなり、高くなっているものもありましてですね、次の段階に進まないといけないような感じになっております。で、次の段階というのはですね、トマトを下ろしていく作業を、していこうと思います。でですね、手前と奥側ですね、ハウスの手前と奥側、トマトを植えてないところがありますんで、そちらのこの上にですね、エクセル線ですね、エクセル線を、トマトを誘引するメッセンジャーワイヤーの代わりに使っているんですが、このエクセル線にですね、新しい紐を、誘引紐をぶら下げて、まずですね、こちら一番端に定植してあるものを、反対側のですね、誘引紐、新しく、新設した紐に結びつけてですね、まあ誘引して、ちょっとずつですね、ずらしていくという方法をちょっと、紹介していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、それではですね、まず、新しく、誘引紐を、こちら準備しておりますので、こちらをですね、エクセル線に、結んでいきます。はい、こんな感じで、長結びしてですね、ぶら下げるようにしております。で、一番端にですね、まあ、反対側に2畳上にしてるんですけど、反対側の紐はこちらの右側に、ぶら下げてますが、反対側のですね、左側の、誘引紐、茎タッチアルファを外します。外したらですね、こちらの、トマトですね、イボダケの支柱からぐるっと外に回してですね、ぐるっと外に回して、だいたい腰ぐらいの位置ですね、腰ぐらいの位置で、誘引紐をくるくるっと回してですね、まあこの時に、芽かき作業もしながらですね、止めていきます。はい、じゃあちょっとどんな感じだったか紹介していきます。はい、この一番端に、結んであったですね、トマトを誘引紐を外して、その誘引紐が真下にあるところ、これが、根っこの部分ですね、
地際根っこの部分からぐるっと円を描くようにしてですね、で、反対側の隣にこれ新しくですねぶら下げた誘引紐がありますね。こちらを、クリタッチアルファで止めていっております。はい、これでですね1個ずれましたね。で、今度はですね、こちらエクセル線、この一番端のイボ岳よりちょっとつま面側のエクセル線に新しくもう1個ですね紐をぶら下げていきます。はい、今ですねここ蝶結びして、こういう誘引紐をねぶら下げていきました。で、この誘引紐をぶら下げたらですね次は、隣、一番端の、木からその次の木ですね、その次の木の、クキタッチアルファを外してですね、で、この新しく横につけた、1個目、2個目、3個目のものを今から外してですね、1個飛ばしで、こちらの誘引紐にですね、まあ、胸のあたりで、止めていきたいと思います。で、一応ですねこう、脇目はしっかり確認してですね、今のうちに脇目を落として作業した後クキタッチアルファを確認してですね、クキタッチアルファを外して、結び直します。はい、じゃあちょっとやっていきます。はい、じゃあ2番目のものをはい、クキタッチアルファを今外しました。で、誘引紐を引っ張ってほどいて、で、そのまま外に持ってきてですね、はい、1個ずらしたものですね、はい、こんな感じですね。はい、誘引をしていきます。あそこからずっとずれてきましたね。こんな感じですね、一つずつ、まあ一個飛ばしてずらしながら、誘引していきます。はい、今こんな感じですね、横にずらっとずらしながら斜めにですね、で、ちょうど胸より下ぐらいの高さで、推移させてですね、またこれがぐーっと高くまで伸びたら、また下げてという、作業を繰り返しますんで、徐々にですねずらしながら、作業の方していきます。で、下の方がまたこれ見てもらったら分かると思うんですけど、葉っぱでわさわさになってますんで、このわさわさになったところはですね、また葉っぱをもうね落としていかないと、結構上の方までもう実がついちゃってますんで、実をちょっと傷めないようにして葉っぱはですね落としていきます。これはもう見た目どれくらいまで取っていいかっていうのはちょっと気にしながら、トマトがねもうこのぐらいの大きさになってたらもう、葉っぱはいりませんので取ってしまって構わないんで、葉っぱは取ってですね、こういう感じで実が、あれは1段目今ついてますね、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目までつこうとしてますね。なんで、4段目ぐらいまではもうトマトの大きさはもうちょうどいいので、そこぐらいまではね、もう枝は葉っぱを落としていきます。そうしないとですねまたこの下の方が風通しが悪くなってですね、灰色カビ病がひどくなったり他の病気にかかったりしますんで、はい、こんな感じで綺麗にね葉っぱを綺麗にしてやります。まあ、そうすることで病気になりにくくなります。はい、なんですが下ろすときにはですね、芽かき作業と下葉を取る作業を同時にやりながらですねこう横にずらしていきますと、幹がですねずらずらっと並んでいきます。で、実もですね赤くなったものから取ればいいのでとても見やすくなってですね取りやすくなります。で、ちょっと実がついてるこの下についてですね水が溜まってしまうとちょっと実の色が変形したりする変色したりするので、一番いいのはまあちょっと下につかない方法が一番いいんですが、うちはですね毎年このように、地べたに置いて
置く方法しかちょっともう間に合わないのでできないんで、ちょっとそれでやっております。はい、昼の作業は以上で終わりです。お疲れ様でした。はい、今仕事から帰ってきました。今日の昼にですね、ちょっとやり始めてたところですね、うちの父が、続きをですね今やってくれてですね、だいぶ葉っぱがなくなってすっきりしてますね。で、上はですねちょっと追肥が足りなくてひょろっとしてるんですが、今、追肥をちょっとずつですね、やっておりますので、だんだん大きくなってくれると思います。どうですか、見てください。こっち側は、下ろした方ですね。こっち側は下ろしてない方です。もう全然違いますね。で、高さもですね、だいたい胸から下ぐらいの高さに今なっておりますので、徐々にですね、このように下げていくと、ずっと今度はここから上まで上がったら、また横にずらしてですね、で、胸のあたりまで下げてというですね、作業を繰り返していく予定です。